こんにちは。食事で結果を出す専門家、柏原幸男です。最近テレビを見ていても、貧血で悩んでる方すごく多いんだなって感じることがあります。それは、CM 見ててですね、女性向けの栄養ドリンクなんか CM すごい増えたなと思うんですが、そういうものにはだいたい鉄プラスという表現があって、鉄が強化されてる。で、女性向けのサプリなんかもほとんど鉄をアピールしているものを結構目につくんですね。これはもう貧血イコール鉄というイメージで、鉄を強化している。で、実際に貧血で悩まれている方はサプリとか、栄養ドリンクのようなもので鉄を意識して取っている方が結構いらっしゃるなと思いますし、重度の貧血になると病院で鉄剤が処方されたりします。以前調剤薬局のアドバイザーをしていたことがあるんですけども、そこの現場で見ていても、やっぱりこう鉄剤を処方される方こう、定期的に通って鉄剤もらっていったりするんですけど、残念なぐらいに改善してないわけですよ。わざわざ鉄をこう、食事だけじゃなくサプリとかドリンク剤とかまたは薬として摂取してるのに改善してないってなんだか残念ですよね。で、改善しないだけならまだしも、特に鉄剤なんかはですね、取ると体調悪くなる人が多いんですよ。で、その理由はですね、鉄剤って非常に胃に負担が大きくて、で、胃もたれ、胃痛、食欲不振、そんな、胃にまつわる、消化器系にまつわる不調を感じる方がすごく多いんですよね。で、それでね、ちょっと調子が悪くなって改善もしてないって、本当に何のために飲んでるのかなって思うんですけれども、特に貧血になる方に、共通している体の状態として、実は消化器系があまり強くない、特に胃が弱い方が多いという、そんな傾向があるんですね。で、鉄をはじめミネラル類というのは吸収されにくい栄養素の一つになるわけですけども、その、吸収されにくい鉄を、取ってても胃が弱いと実はさらに吸収が悪いんですよ。なので実は、食品で鉄を意識してたりサプリなんかで鉄を取ってても改善しない、大きな原因は実は取ってるのに吸収できてないという、そんなケースが非常に多いんですね。胃腸の問題という、ここが、見えていないと、とにかく鉄を増やすというふうになるんですが、サプリなどで鉄を増やすとかえってこの胃腸機能を、悪くしてしまって、本末転倒という、そんなケース非常に多いので、もし今鉄剤飲んでるのにあまり改善しない、またはなんか体調が優れなくなるんだよねという方は、一回お休みしてみて食事で改善するというのをやってみていただくといいのかななんて思います。で、食事で改善するにはどうしたらいいのかという具体的実践法について、次の動画でご紹介します。ありがとうございました。またご覧ください。チャンネル登録はこちらです。